放射性リガンドは放射性性化学物質であり、体の受容体システムの診断や研究に用いられている。神経画像検査では放射性リガンドは適切な組織に注射されるか、あるいは血流に注入される。リガンド中の放射性同位元素の崩壊は、ポジトロン断層法あるいは単一、格子放射断層撮影で観測することができる。インビボシステムでは、 放射性リガンドの結合部位への試験分子の結合を定量化するのにしばしば用いられる。試験分子の親和性が高いほどより多くの放射性リガンドが結合部位から追い出され増加した放射性崩壊はシンチグラフィによって測定できる。この試験法は受容体への分子の結合定数を算出するのに一般的に用いられている。放射性リガンドの輸送は 受容体速度論によって説明される。放射性リガンドの登場によって、以前は研究者が立ち入ることができなかった、神秘的な領域である、生体分子の挙動に関する研究が可能になったと認められている。放射性リガンドを用いる手法によって、研究者が細胞中の受容体装置を同定することが可能になった。PET では、フッ素18及び炭素十一が、 分子神経画像化に主に使用される。放射性リガンドは特定の神経伝達物質需要体に選択的に結合するように構築される。放射性リガンドの例、ありがとうございます。